ます。今日7月2日は2019年日本スクランブルゴルフ選手権予選、ダブルスの予選になります。で、場所は森林公園ゴルフクラブになっております。はい。はい、2人初めてのダブルスを組みますが、はい、目標スコアはいくつでいきたいですか？この間いくつだっけ？前半後半バーディー5個ずつということは10アンダーです。10アンダー、はい、62、はい、目指す、はい、気合十分、気合十分、ちょっとそれに向かってのちょっと今日のコンディションなどはいかがでしょうか？どうかなどうかな、どうかな、まあ、打ってみないとわからないよね。でも、ね、この間ね、一緒にリンゴロープン、うんうん、そうそうそう、一緒に回った時に何日前こういう感じでいけばいい感じだねみたいな、ね、結構ね、作戦はあるんですか？こうどっちが最初に打っていくとか基本的に私が先に打っていこうかなっていう風に考えたんだけど、うん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 、それがいいと思うそれがいいと思う、はい、いやでもそれで言うとリサちゃんナイスショット出しちゃったら私打つ気なくすからね、マジででもなんかどっちかが先っていうのを決めといた方が流れを作るにはいいよ、ね、セカンドはリサちゃん頼みみたいなとこあるよ。ちょっとパターはね、ジュンちゃん最近いいからね、うん、そうですね、最近ちょっとジュンちゃん頼みなとこあります。打ててるんでリサちゃんの見て次を強気にいく感じ、うん、でもいいと思う。先でもいいけどね。そうします？一ホールの様子見ていきますか、はい、まあまあまあ、okay、流れに身を任せで、はいはいはい、前半5バーディー、後半5バーディー、はい、ノーボギー、うっす、うっす、ね、ちょっと出ちゃうかもしれない、はい、ではちょっと出っ張っちゃうかもしれないちょっと朝でパター練習大丈夫なので、じゃあ早速ね、ちょっと練習に、ね、参りたいと思います。はい、はい、何フィードかな。そうだとさ、お、完璧じゃん、入れ。普段練習しないからどういう風な練習したらいいんだろう戸惑い、どの距離から練習したらいいんだろう。私もああいうロングパットやって、そう、先にね、ロングパットやってね、うん、誤差を確かめた方がいい。あ、なるほどね、一旦ね、うん、強っ、ほら誤差すごい。コース出たら迷っちゃうかもしんない。まあ、いっか。練習しない方がいいんじゃない？気合入ってるな。いいよ。あ、気合入っちゃってんな。めっちゃオーバーなんだけど。この距離。でも、待っちゃいそうだもんね。やべえ気がする。おはようございます。おはようございます。本日はゴルフライフスクランブルゴルフツアーにご参加いただきましてありがとうございます。ティーショットの方なんですが、お一人様最低7ホールの採用をお願いいたします。ショット時なんですが、後方線上に人を立たせてのプレーは禁止となっておりますのでご注意ください。グリーン上は可能となっております。一緒にライン読んでいただいてグリーン上は大丈夫です。ティーショットはダメ、はい、グリーン上は見たまま打ってもいい、はい、大丈夫です。セカンド、セカンド行くもダメですね。グリーン上だけ可能ということでお願いいたします。ドロップ方向につきまして膝の高さからとなっておりますが、こちらの大会におきましては誤って肩からロックした場合でもペナルティ等は特に設けておりません。すいません、本日一日よろしくお願いいたします。お願いします。おはようございます、あいさこです。今日は、2人についていきます。基本的には MC としてついていくんですが、2人にこうアドバイスとなるようなことにならないよう、基本的には打った後に質問をしてっていう形で、あの大会の方から許可をいただいてますので、はい、2人を見守って2人がどんなスコアを出すかやっていきたいと思います。よろしくお願いします。1番ホール358ヤードパー4になります。ちょっと距離が長いんでね、セカンド、まあ、アイアンで打てるところまで飛べばいいかなっていう、多分2人は戦略を考えてくると思いますが、どういう感じでね、まあ、パーでスタートできればなるかなと思ってます。いつも通りに行けたらいいなっ
願いします。お願いします。完璧だ。よいしょ。はい、お願いします。さすがっす。あんまいいんじゃないですか。大事で。お願いします。一発目は私のボールだと思われます。そうです。リサちゃんのボールを採用です。完璧です。あ、まあまあ、私も今 50% ぐらいでしたよ。さすが。 50% で打ったの。嘘。おー、 50% ぐらい。 50% って結構な、結構パーンって感じ。結構ポエンポエンぐらいだよね、うん、ポエンって感じで打った。 50% には見えない。ちょっとね、朝一さっきも最初に言ったんだけど、距離があるから、まあ、多分ティーショットが鍵、ね、結構鍵だなって言ってて、リサちゃんがあれを打ってくれたから、はい、ちなみにリサちゃんダブルスとか出たことある？ああ、ダブルスがあるかな。去年と今年、うん、出たかな。なんか森ビルカップ。ほう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 、出て、うん、そこではどんな感じでスコアは。そこでは去年優勝してたの。あ、じゃあダブルスも割と得な感じ。なんかでもフィーリングだよね。うんうんうん。さあ着きました、はい、2人の作戦を。結構長いね、ここね。150以上ある。距離ね、165ある。先でいいよ。距離、あと距離。おい、バーディーちゃん。うい、うい。もう打たなくていいんじゃん。あ、でもね、次のショットのために練習しないと。これはすごいな、リサちゃん。全くなんか集中できないんだけど、逆に。逆に。届かない。うんうん、まあ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 、うんうん、まあ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 、はい、リサちゃんの A で、A で軽くいった方がいいかもしれない。今も 50% ぐらい。今はちょっと頑張ってみた。頑張ってみた。リサ、うん、ちゃんまだ おはよう起きてない。私はもうスタートホールこんな感じなんで。スタートホールこんな感じでね。そうです。なんならもうボギーペースだ。前はダブルス出た時もちらひどかったからスタートガッチャガチャみたいな。ガッチャガチャなんで、え、これボギーからじゃないみたいな。基本的にでもいきなり巻き上げがすごかったよね。巻き上げすごかった。そう、やっぱ調子に乗ってからが調子に乗ったよね。調子乗ったね。ただ後半死んだよ。後半やっぱね、なんかバーディー取れすぎちゃって前半。そう、手止まった。ドキドキしてきた。あれ、やばい、これで止まったよね。楽勝じゃんみたいになっちゃって、うん、こんな簡単だっけダブルスってってなった瞬間に、うん、パターが全く入んなくなった、うん、なんかあの なんか打てなくなった。なんか降りてきちゃった。さあパターどうですか。あ、やばいじゃん。近いんじゃない。近いよ。めっちゃ入るの、ね、普通に。ナイスバーディー。イエーイ。あざます。完璧じゃないですか。はい、おはようございます。おはようございます。あ、お一人ナイスバーディー。ただのガヤみたいになってた私。すごいね、長いホールで取れるといいですね。はい、1番ホール終わりましたが、はい、最後のパットをどのラインで読みましたか。ほぼまっすぐのラインですね、うんうん、カップ外さない感じで。外さないで、はい、ほぼまっすぐで、はい、強気で、はい、もう入るって思いました。はい、はい。
ちゃんはもうなんかもうあんま準備しなかった感じ。私はまあ見守りたいで、もうさっきのホールで言うとこっからですかね、まだね、うん、そうですね。でも長いホール取れたんで良かったと思います、うん、なんかもうやった感あるんだけどどうしよう、うん、そう、なんかもうちょっとファイブバーディー見えちゃった感じがあったんだけどやった感あるんだけどどうしよう。いやー、いやー、だって普通にゴルフしててもなかなか朝一さ、ないよね。ちょっと気抜いてるぐらい朝一って、うん、なんかこう長いパット入っちゃったとかじゃないじゃん。じゃないね、なんか完全に狙いに行ってさ、完璧すぎてキモいね、うん、なんか 50% のティーショットからのベタピンからのもうどうみたいな。素晴らしいよ、いい感じ。あれこれショートもあれだっけ、入るんだよね、選ぶのに。あ、入る、ティーショット、うん。このままだとさ、私のティーショット採用されないで終わる可能性あるからそこだけちょっと頑張んなきゃいけないね。滑らせちゃうから2番ホール110ヤードなります。で、ピンが結構奥に切ってあるので2人がどんな感じでね攻めていくのかちょっと楽しみにしたいと思います。同じぐらいかな、うんね、あ、でも純ちゃんの方が近いかな。本当、うん、夏の方が良さ。確かに、あそこね、ウィンチだってですね、うん、ちょっと外だけどいい？いいよ、そうしましょうか。じゃあ純ちゃんの、はい、まあ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 、いや今ちょっと入ったと思った ね、うん、体熱くなっちゃった、うん、今ね、あ、嘘でしょ嘘でしょ、行くかみたいな。じゃあどれぐらいで見ました？今なんかカップ1個ぐらいで見たかな、うん、1個スライス、私もそんぐらい、うん、最後グリーンと行くかなと思った、うん、じゃあなんか打ち損するから行くかと思ったけど落ちない、うん、最後ね。リンゴルフオープンニュースをお伝えします。7月22日まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方はぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますの で、8月17日ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山の、ね、絶景ポイントたくさんあるので富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なのでぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で、後半の会場も追加されております。私地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます、まあ、その中でも大磯は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上、6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。